皆さんこんにちは。カノンの森の堀です。マナガーデンの荒木です。はい、今日はお庭作りよくある質問です。大きくなる木は困ります、うん、ですこれも結構言われますね。はい、テーマ、はい、今日のテーマは、木を植えると大きくなるから困りますっていう方の庭をじゃあどうやって作るかっていうことですね。方法考え方3つあるかなと思っていて、1つ目が樹種の選択。木を、何の木をどこに植えるかでだいぶ成長が変わります。成長が早い木と成長が遅い木っていうのがあるので、そのあたりの選択はできますね。はい、成長が早い木って何かな。ミモザは、本当に1年で大きくなるので、丸坊主にしてもまた1年後その通り、その元通りぐらいに大きくなりますし、オーストラリアの原産の木になるので、日本の環境に適しているかっていうとどうかなと思います。なのでそう考えた時によく使うのは、在来種って言われている、日本に昔からあるような種類は、日本の環境に合わせてこう進化していっているので、こう暑さ寒さに強いような特徴があるのかなというふうに思います。なのでうちは在来種も植えますし外来種も植えておりますが、いろんなものを混ぜて成長スピードも見越してこの木をここに植えましょうっていう、例えば目隠ししたいとかなところには成長の早いシマトネリコとかでいいんですよ。うんうんうん、シマトネリコが悪いわけじゃなくて管理の仕方になるので、目隠しで常緑が欲しかったらシマトネリコは最適だと思います。それはもう植える場所による、植える場所重要ですね。大事ですね。それをシンボルツリーにシマトネリコってなると、こんな大きくなるはずじゃなかったってなったりしちゃうんで、樹種の選択、どこに植えるかをまず選びましょうということですね。はい、はい、2つ目、正しい管理です。管理はうちの剪定どうするんですかってよく聞かれるんですけど、植栽したばかりの植えた木は基本的には3年は剪定しません。で4年目からちょこっとだけ剪定するって感じですかね。で剪定の仕方も、コツがあって、切ったって分かるような剪定はしません。切ったか切ってないか、本当に植木屋さん手入れ入ったぐらいなところで止めときます。はい、でそれって木はね、切ると伸びるんですよ。切られてしまったら木はあるだけのこうエネルギーを振り絞って枝を伸ばすんですね。なので街路樹とかよくブツッと切られていて幹だけになってしまうやつを皆さんよく見かけるので、お家もそうしなきゃいけないんじゃないかって思う方が多いんですけど、あれはあれです、街路樹なので自宅であれをする必要は必ずしもないかなと思います。切ったゴミとか処分するのみんな大変でしょう、私からすると皆さん手入れすごいしてるなって思います。混み合ってるなとか邪魔だなっていうものの枝を抜くぐらいです。幹のサイズがどんどん大きくなってしまうと巨木になっていっちゃうから、細いまま、維持できるような正しい管理をね、の知識をぜひ身につけていっていただきたいなというふうに思います。施工した方はメンテナンスプランもご用意しておりますのでお任せいただければと思います。はい、はい、3つ目はですね、植え方になります。こちらは、他の動画をですね、お庭作りのコツという動画をご覧いただきたいのですが、大きい広場に1本だけの木っていう状態は伸びますよね。遮るものがないと
どこまでも成長できるわけですよ。一人っ子で成長して、ね、そう、一人っ子成長なんですけど、成長させたくないのであれば、いくつかの木をこう組み合わせておくことによって、むつごになるみたいな栄養は結構して、まあ、結構してむつごが育つっていうことになるので、はい、6本木植えたらね、うん、なのでいろんな木を混ぜておくっていうのも大きくしないコツです、うん、今のような工夫で、うん、成長を速度を、ね、ちょっと変えるっていうことはできるので、うんうん、ぜひぜひご参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、そんな感じで、植物があるって厄介なことも、まあ、正直あります。でもそれ以上に素晴らしいことにして返してくれるんで、庭の価値ってそこにあるんだなというふうにも思いますし、日々気持ちをこう豊かにしてくれるというか、なんかリラックスできたり、こう庭から学ぶことってすごく多いですね。もうぜひですね、大きくなる木を植えていただいて、怖がらずにですね、いい庭の空間をですね、作っていっていただけたらと思います。では今日はそんな感じで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。